どうもこんにちは、イコールです。今回ですね、魔法石200個の使い方というよりはまあね、10月31日に100個分来るので、100個の使い方は僕なりの意見だけ述べたいと思います。まあね、サクッと動画撮って終わりたいと思います。まず魔法石100個来ると、やっぱりガチャ引きたくなる人がほとんどだと思う。俺も魔法石100個届いたら全部ガチャ引こうと思ってるからあれなんだけど、今回言いたいのは無課金税とか微課金税で石があんまりない方に言いたいんだけど、確かにガチャ10回分引けば強いキャラ手に入る可能性は増えるし、これからね、攻略が楽になる可能性はあるんだけど、やっぱ俺として一言だけ言いたいのは、まず一言だけって言ったけど、何個かあるんだけど、まずボックス拡張。ボックス拡張ができない人は、一回冷静になって10個分ぐらいは、ボックス拡張をこの機会にしといた方がいいと思う、間違いなく。フレンド拡張はちょっとさすがにまあいらないかもしれないけど、ボックス拡張も必須だから、ちょっとしといた方がいいかもしれない。で、それともう一つが、このガチャを引いていいのか。それだけ冷静に考えてほしくて、確かに石10個で育成済みで、まあレアなキャラばっかが出ると。確かにいいんだけど、例えば普通の石5個のガチャでもっといいキャラが出る可能性があるっていうガチャが出るかもしんないし、例えば石6個で育成は中途半端だけど、めっちゃレアなキャラが出るよみたいなガチャが来るかもしんない。まあスーパーゴッド S みたいなやつが来るかもしれないと。ってなったら本当に今回のスーパーアンケートゴッド S を石10個で引く価値があるのかっていうの迷うところじゃん。だから俺の意見としては、まあ、多分 5回が引いていいと思う。だから、スーパーゴッド S、スーパーアンケートゴッド S、5回分くらい引いて、ボックス拡張とかのために石残しておくのもありじゃないかなと思います。まあ、これあくまで俺の意見なので、多分引く人はね、すぐも引くって決めると思うんですけど、もし石の使い方に迷っている人がいたら、また12月に配布も来るから、1回残しておいていいかもしれないです。というより残しておいていいと思う。スーパーゴッド S が7周年の時のイベントとかね、例えば7周年イベントとか、お正月ガチャとか、で、お正月の時のイベントでね、もっとなんかいいゴッド S が来るとかって可能性全然あり得るから、本当に今使っていいのか、本当に1月、まあ、お正月とか2月の7周年とかを待たずにガチャを引いていいのか、っていうのを冷静に考えてもらった上で使ってください。はい。俺はあくまで予想ですけど、7周年の時に石7個で引けるスーパーアンケートゴッド S が来るんじゃないかなって俺は勝手に読んでます。予想だけだね。まあ、これに関しては正直何とも言えませんが、もしね、迷ってる方がいらっしゃいましたら、あくまで一意見として残しておくという判断をね、参考にしてもらえればなと思います。はい、ということで今回はね、勝手ながら、石の使い方の、なんだろう、解説案内わかんねえけど。撮ってみました。まあ、よろしければね、参考になった方もしいましたら、ね、高評価、チャンネル登録お願いいたします。石はね、いつでも使えるんで、ちゃんと使うタイミングを考えてガチャ引きましょう。ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。